皆さんこんにちは、コテイチャンネル始まりました。今日の動画はレッスン風景を皆様にお届けしたいと思います。そしてそのレッスンの動画にお付き合いいただくゲストを今日はお招きしております。それではどうぞ。ごきげんよう、ベルです。はい、ありがとうございます。来ちゃいました。今日はベルリンの壁さんことベル様をお招きしてレッスンの動画をお届けしていきたいと思います。はい、普段はどのような感じで？はい、普段は文学 YouTuber として本のレビューを中心に文化系の動画を投稿しているんですけれども、吹奏楽部で3年間フルートをやっておりまして、たまにフルートの動画も出すんですね。なんだけど、もうほんと自己流になっちゃってるから、ちょっとでも上手くなりたいなと思って、はい、ぜひ今日は教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、フルートとつながりもあるということで、今日は見事にコラボが実現しました。なので今日は皆さんの知ってるような曲を使ってレッスンしていきたいと思います。ということで、今日はレッスン動画なので、今日は課題曲を用意してあります。はい、その課題曲が、リメンバーミーから、リメンバーミー。ということで、リメンバーミーという曲を使ってね、今日はレッスンをしていきたいと思います。これシシドカフカさんが歌っていた曲ですよね。そうですね、かっこよく歌い上げているんですけれども、フルートで華麗に演奏をしていけたらなと思うので、そのレクチャーをこれからベルさんにしていけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、リメンバーミーをこれからやっているんですけれども、いくつかポイントがあります。はい。譜面をこちらに出しておくんですけれども、見ていただくと分かるように、スラーがすごく多くなっている楽譜となっております。滑らかな曲ですよね。そうですね。滑らかに吹くかがポイントとなるんですけれども、スラーの吹き方をちょっと最初にレクチャーしていけたらなと思いますので、はい、冒頭でレクチャーしていきたいと思います。はい。なので、じゃあ、ベルさん、最初の冒頭をちょっと吹いてみましょうか。はい。ありがとうございます。すごく綺麗に息が使えてるんですけれども、はい、スラーのポイントとしてはやっぱりいかに息がこうまっすぐつながってるかがポイントとなってくるんですけれども、はい、今息はすごくこう滑らかにつながってはいるんですけど、ビブラートが間に入りすぎちゃって、メロディーがふわふわふわって感じでちょっと聞こえちゃうので、ビブラートは長く伸ばす、例えばフレーズの終わりで3拍伸びるとか、ちょっと長い音符の時だけに入れるようにしてもらって、それ以外はもう1本の線のように息をまっすぐ伸ばすのをイメージして、こんな感じでじゃあ演奏してみてください。ポイントというかがありまして、実はこの曲冒頭からずっと進んでいくと途中でテンポがちょっと上がるんですよね、うん、テンポの切り替えのところも少し意識して演奏できればと思いますので、はい、途中からちょっと行ってみましょうか。はい、テンポ感が出てくるので、はい、ちょっとそれ意識してもう一回切り替えの部分やってみましょうか。はい、
まあ、それを使ってテンポを切り替えて最後まで一曲載せればすごくいい曲に、曲に表情がついたような気がします、うんうん、そうですね基本的なことになっちゃうんですけれども、まあ、そのあたりを演奏の中で意識できるとすごくいいのかなと思いますね。スラって、うん、タイミングをしないイコールスラみたいな感じで思ってたので、こう一定に保つっていうところは新たな意識ポイントだなっていうのを教わりました。まあ、ビブラートもすごく素敵なんですけど、かけどころによってはちょっとしつこくなっちゃうこともあるので、見極めながらメリハリをつけて演奏を、ね、していただければと思います。はいはい、ということでね、Remember Me はまあそのスラーの部分、そしてテンポの切り替えの部分を意識して演奏していただければと思います、はい、なのでじゃあこれをね、ちょっと完成させて1曲仕上げていければなと思うんですけれども、はい、1曲完成したものはベルさんの方の動画で上がりますので、ぜひそちらの方のチェックをお願いいたします。はい、あのアンサンブル綺麗に合わせたいと思いますので、皆さん、はい、こちらもチェックしてください。成長を見守ってください。はい、ということで、では本日の動画はここまでとなります。この動画が良かったよって方は評価ボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではごきげんよう。